インフレキシブルはイギリス海軍の砲塔装甲艦である。同型艦はない。本級の武装、装甲配置を示した図。本艦はイギリス海軍が自国の沿岸防衛のために建造した中央定型配置砲塔装甲艦である。設計者はナサニエル・バーナビー。本艦の特徴として、建造には81万2000ポンドかかり、 工学のため同系館の建造はなされなかった。本館は春光寺から直流発電機を備える最初の主力館であった。800ボルトを発する発電機は薄暗い機関室だけでなく館内の随所に白熱電球の明かりを提供した。しかし、まだまだ灯油ランプとアーク明かりを併用していた時代であったために電線の取り回しには困難であった。髪型から撮影された。 竣工当時のインフレキシブル。湾内で関西艇を下して運用している風景。本館の基本構造は、平ら乾板型船体に2本の半層ブリック型マストと2本煙突を持つ走行フリゲートである。水面下に昇格を持つ艦首から幅の狭い船首楼が始まり、その上の全部マストの後方に位置する一番煙突で終了した。船首楼と 後部上部構造物の幅は、主砲塔の社会を確保するために、船体幅の半分しか持たず、艦内容積を狭めた。そこから甲板一段分下がった船体中央部の甲板上に、アームストロング製40.6センチメートル前、装填砲を2本ずつ収めた鍋を伏せたような形状の、主砲塔2機を、船体中央部に位置する両脇に、船橋を持つ操舵環境を挟むように、 左舷側前方に一番手砲塔を、右舷側後方に二番手砲塔をはしご型配置で二機を配置していた。二番煙突の背後から上部構造部が始まり、その上に後部マストが立つ。この時期には関西艇も蒸気機関で航行するものが搭載され、本艦には関西水雷艇も積まれた。これら関西艇は爆風を避けるために後部マストの周囲に並べられ、 コ部ブマストの基部についたボートクレーンにより運用された。完備水面下には1枚舵を挟むように2枚岩のスクリュープロペラが片元1軸ずつ経営2軸推進であった。本館は1898年から1899年11月に近代化改装され、機関を強化して搬送設備をすべて撤去し、搬送用だったマストは一段の見張り書を持つ、 ミリタリーマストに一新され、見張り所に4.7センチメートルクラスの速射砲を並列で前後に機ずつ配置された。この時に、船体中央部にあった、操舵環境は一番煙突の前側に移動されて、爆風が避けられる設計となった。船首楼から後部構造物への移動を容易に行えるように、前後の煙突の中部に空中甲板が設けられた。 手法の装填形式を示した図。天外上の突起は標準と市企用のキューポラ。この時代のイギリス海軍では、フランス海軍やドイツ海軍で採用していたような後、装填式ではなく、戦列艦時代から続く全装填式を採用していた。このために一発撃つごとに大砲を、砲塔内に引き込んでから装薬と砲弾と装薬を装填する必要が生じた。 この時代の大砲はかさばる形状をしていたために、砲塔の内部に大砲を引き込めば、砲塔内スペースはいっぱいであったため、砲身を目いっぱい下げ、下から砲弾と装薬を装填する手間となった。本艦は1門あたり80トンのアームストロング製、1874年型40.6センチメートル16インチ前、装填砲を採用していた。装填機構を、 砲塔の外側に設置して対処した。装填機構はバーベット街の上甲板直下に置かれた。この設計のおかげで砲塔の直径は10.3メートル程度に収められた。砲塔の旋回と方針の深く、行角には水圧動力を用い、行角10度、深く5度で装填時のみ深く9.4度まで方針を引き下げられた。 最大行10度で重量 763.84kg の砲弾を方向速度秒速 480m で発射して最大射程8000ヤード程度まで射程 930m で電鉄 580mm を貫通できる性能であった。カタログデータでは2分間に一発のペースで静射できる設計であった。砲塔1機の重量は750トンあり、 側面部は 230mm と 180mm の鉄板をチーク材と交互にサンドイッチしたもので防御されていた。クッションに使われたチーク材の厚みは合計 460mm に達した。この砲塔を一周させるためにかかる時間は1分で水圧ポンプで旋回した。写真は装甲艦ウォーリアにも搭載された1859年型20ポンド 9 5 3トルライフル砲の写真。複砲はアームストロング製1859年型20ポンド9 5 3トルライフル砲を採用した。最大行10度で3400ヤード程度まで砲弾を届かせることができた。これを単装砲画で片ゲー4機ずつ軽8機を搭載した。 対艦攻撃用に3 5 6トル魚雷発射管を水上配置で単装2機、水中配置で単装2機を持っていた。水中魚雷発射管は水線下に充鉄製のシリンダーの両端に水密扉を設けており、片方が閉まっている時でしか魚雷を装填できない工夫がしてあった。魚雷を装填する内部は錆を防ぐために真鍮で塗膜しており、 魚雷との摩擦を防いだ。発射時には、外の扉が開き、シリンダーを海水で満たしてから、圧縮空気を送り込んで魚雷をい出した。竣工後の1885年近代改装で、副砲は、1861年型1 0 2トル炭素砲おろっきに更新され、ついで1897年に、 1864年型 12cm 炭素速射砲へと再更新され6機を搭載し、近接戦闘用に、フランスオチキス製の 5.7cm 速射砲、お棒立てのついた炭素砲がで艦首と艦尾に2機ずつ、計4機、ミリタリーマスト上に、オチキス1879年型 3.7cm 機砲を、単焦糖を挟むように炭素砲がで2機ずつ、 計4機を搭載した。主砲道と魚雷発射艦は終始そのままであった。本艦の船体形状は、流体力学者、ウィリアム・フルードの手により、計画速力14.75ノットで、機関出力をロスしないことを証明した。その船体は、上から見て4.6対1の横幅の広い安定、したプラットフォームを提供した。しかし、その代償として、 直進安定性は深刻なレベルで書いてしまった。本館は竣工時から昇格を装備していた。この当時の海戦の手段として昇格は実用的な手段と考えられており、実際に立差海戦時において火力と防御力で優れるイタリア海軍の新鋭装甲艦、レディタリアがオーストリア・ハンガリー帝国海軍旧式装甲艦、フェルディナント・マックスからの昇格攻撃により、 水戦下に大浸水を追って撃沈された戦訓があり、本館の巡航後に拍車をかけるように、イギリス海軍で起きた装甲艦、ビクトリアとキャンパーダウンの衝突事故で本館よりも優れた防御を持つ最新型装甲艦でさえ、昇格の威力には無力だということを列強海軍に再度認識させた。本館の昇格は 76mm 走行で覆われた鋭角なものであった。 本館の中央部に位置する長さ34メートル、幅23メートルのボックスシュタデルは内部に主砲塔2機と指揮官を収めるために鉄板とチーク材とリベットを用いて強固に組み立てられた。シュタデルの上面はそのまま主艦パ板となり主要区画を76ミリメートル走行で上面からの攻撃から守った。さらにシュタデルの壁面の水栓下に常備で400トンを 収められる石炭庫を設けて4フィートもの厚みの孤力材と合わせて水栓下を敵団から防御する構えであった。さらに浮力を保つために艦首から完備にかけて水密核兵器を多重に組み込んだ。船体中央部の防御は今までに例を見ない防御が与えられた。水栓部は合計6 1 0ト、mm、ルの鉄板と飼育剤の複合装甲で守られ飼育剤を含めた 厚さは 120cm に達した。特に喫水線で、表面に 13mm 鉄板と、その裏に鉄板 300mm と、その裏にチーク材 280mm の層からなり、さらにその裏にチーク材 150mm と、鉄板 300mm で守られた。総高圧だけを見れば、イギリス海軍の戦艦において最も厚い総高地であった。 本館は石炭線小炎等管12機を前後に6機ずつ搭載し、推進機関以外にも平時に艦内で使用される吸気ファン、冷却ポンプ、水圧式だけ、主砲等の駆動、いかりを巻き上げる蒸気ウィンチ、蒸気発電機などに使われる蒸気機関に使用される蒸気をまかなった。このためにボイラー室は絶えず、熱気と湿気を帯びて、機関員を苦しめた。 本館の推進機関は、ジョン・エルダー社により製造された。横置きされた低圧シリンダーと高圧シリンダーを、クランクシャフトで接合した2段膨張式レシプロ機関2機、2軸推進であった。機関の補助として、ブリーク型の搬送マストが2本あったが、艦の推進の役に立たず、もっぱら水平の訓練用にしかならなかったので、竣工して4年後の近代化改掃時に撤去されて、 前述のミリタリーマストに更新された。この近代化階層で低圧、中圧、高圧シリンダーの3種類のシリンダーを持つ3段、膨張式レシプロ機関を搭載したことにより若干の出力増大と後続力の延伸が行われた。本艦は収益後の4年間は地中海艦隊に配備され、アレクサンドリア砲撃にも参加して十八発の砲弾を発射した。この折に、 沿岸砲台から2 5 4トル砲弾を2発、被弾して、被害を受けた。この被害により20ポンド複砲を操作していた水兵たちと応急処置に当たっていた船大工が重軽傷を負った。この折に、本艦の4 0 6トル砲正射時の爆風と爆音は、乗員の頭脳と艦載艇に、かなりのダメージを与えた。1885年には、 ポーツマスで近代化改装を受け、前後のマストにあった搬送設備が撤去され、推進機関が最新のものに変えられた。環状構造物の移動が行われ、マスト上部に耐水来堤法を配置した見張り所が設けられた。1890年の最終駅後に地中海艦隊2893年まで所属し、 同年除籍されたが1897年までポーツマス警備の任に就いた。1901年にチャタム造船所に売却されて1903年に解体処分された。ありがとうございます。